なんだ、仕事の依頼か？そんなところだ。俺と手を組んでほしい。普段は一人でやるんだが、今回は例外にしとけ。ヤルーカ川の北じゃ最も有名な賞金稼ぎ、デンジェフレット本人と手を組む機会は毎日あるわけじゃない。やろう。名高きデンジフレットはなぜウィッチャーが必要なんだ？あちこち回ってるんだろう。旅の途中でグロスバード兄弟に会ってないか？追ってるのか？ああ、奴らは大した悪党だ。3人いて、しかもそれぞれが荒事の専門家だ。近頃じゃ墓荒らしまで始めてる。黄色い帽子をかぶってるからすぐにわかる。黄色い頭を見たらみんなが家に逃げ込む。それでも助かるとは限らない。何しろ奴らは放火も好きだからな。いや、会ってない。もし会ったら慎重にな。奴らはすぐ人の腹にナイフを刺す。挨拶のついでにだぞ。ウィッチャー相手にやるとは思えん。あの連中に関してはわからんぞ。まあいい、俺はまだ探してない南へ向かう。元気だな。またいつか会おう。覚えておけ。また会ったな。で、気は変わったか？一緒にグロスバード兄弟を捕まえるか？うまい話だろ。ああ、一緒に捕まえよう。素晴らしい。では始めよう。足取りは掴んでる。近くにいるんだ。だな。なあ、しばらく一緒に働いてみないか？こういう仕事の才能があるんじゃないか？ありがとう。一度で十分だ。じゃあな。何食べた？ネッカーの悔し、玉ねぎたくさん。玉ねぎ腐ってた。